品濃町駅は東京都新宿区品濃町にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は JB13 新宿区最南端の駅である。また、中央本線において起点の神田駅から起算して乗り換えのない最初の単独駅でもある。当駅には観光線を走る中央総武線各駅停車のみが停車する。また、特定特使内制度における 東京都区内を呼び、東京山手線内に属する。駅舎は、品野町に立地するが、ホームは、品野町と南本町にまたがっており、駄田谷駅よりは、品野町に、四谷駅よりは、南本町となる。東京オリンピックで賑わう品野町駅、島式ホーム一面二線を有する地上駅、ホームの上に、駅ビルの JR 品野町ビルがあり、駅ビル一階部分が、 改札口となっている。駅ビルは地上6階地下2階建て延べ床面積2260平方メートルで上層階にはオフィスが入っている。当駅は地上駅だが明治神宮外苑側の標高が高いことからホームから階段などで登った場所にある改札口が外に段差なく直結している。すぐ南側を首都高速4号新宿線が並走している。 駅ビル完成までは、西隣の駄ヶ谷駅と同様に、臨時ホームが、下り線南側にあった。臨時ホームは、1980年頃までは、明治神宮野球場で、東京六大学野球などが開催される土曜日、日曜日を中心に使用されていたが、次第に使用されなくなった。駅ビル完成直後も、四つ寄りに、ホームの一部が残っていたが、後に撤去された。かつては、 緑の窓口が設置されていたが、2008年2月20日をもって営業を終了した。2019年2月1日より、始発から午前6時30分までの早朝の時間帯は遠隔対応のため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみが稼働する。駅ビル1.2階には、アトレビシナノ町があり、5店舗が入居している。 2020年東京オリンピックパラリンピック開催に向けてトイレの拡幅やエレベーター増設、ホームドアの設置が行われている、報道3、なお、中央、総武線系統でホームドア設置が予告されたのは、千駄ヶ谷駅と共に2駅目となる。2018年度の1日平均乗車人員は26,258人で、ある。近年の推移は、下記の通り。 国立霞ヶ丘陸上競技場空撮、当駅は右上端にある。駅前の慶応大学品野町キャンパス敷地に立つ、レンガ館、品野町、南本町、大京町、佐門町,町、須賀町、霞ヶ丘町、北青山、および元赤坂も参照明治神宮外苑の最寄り駅の一つである。最寄りの停留所は、品野町駅と品野町駅南口で、 東京都交通局により運行される以下の路線が発着する東日本旅客鉄道中央総武線四谷駅品の町駅千長谷駅出店編集報道発表資料編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員東京都統計年間ありがとうございます